日本村とドイツ村1943年日本村は1943年にアメリカ陸軍がダグウェイ実験場に建設した実験用住居の俗称。ダグウェイ実験場は化学兵器及び生物学兵器の拳銃警備の実験施設であった。日本家屋のレプリカは何度も消失させては再建されたがその目的は第二次世界大戦中に 日本の都市を焼き払うための焼夷弾爆撃戦術を完成させるためであった。日本村の主任建築家は日本で長い間建築に携わったアントニン・レーモンドが設計した。日本の火災について研究し、1923年の関東大震災で起こった火事について報告書を執筆したボリス・レーミングも参加した。 実物大の日本家屋模型に対して1943年5月から9月に行われた実験で最も大きな成功を収めたのはナパームを使った M69 焼夷弾であった。他には M47A2 と M50 もテストされた。また生きたコウモリを搭載したコウモリ爆弾の実験も行われた。実験では B-17 及び B-24 が 通常の高度から爆弾を落とし、村への影響が詳細に記録された。同時に、ドイツの家屋への影響を調査するため、当時のドイツで一般的な家屋を模したドイツ村も建設された。ジェニファー・コ・ディエプスタイン著のフィクション小説、ザゴッツ・オブ・ヘブンリー・パニッシュメントで日本村の建造物及びその破壊について描かれている。ありがとうございます。